はい、どうも。今回も高校年齢サッカー注目の選手やっていこうと思います。今回からボランチ編になります。ボランチ編パート1です。狩野高成、3年帝京高校プリンス関東、帝京の象徴、 J カバ初心者を多数揃え、テクニカルな攻撃サッカーを見せる帝京の中心に君臨するゲームメーカー。鹿島ジュニアユース筑波出身で、ユースに上がれなかったが高校で大きく成長し、今やプリンス関東でもトップクラスのパフォーマンスを見せている。プロ入り期待。西谷亮、3年東京ベルディユースプリンス関東、タレント集団をまとめる主将、背筋がスッと伸びた姿勢から自由自在にパスを操る司令塔、ボランチの他にセンターバックをこなす戦術眼と上背も備える期待の逸材。金沢浩太、3年桐生第一高校プリンス関東、攻守の大黒柱、昨年から落合陽斗と負けず劣らない存在感を見せていたテクニシャン。視野の広さとセンスあふれるパスでチャンスを作り、守備意識も高い要注目の逸材。押川祐希、2年帝京高校プリンス関東、帝京の観点、小柄な体格を感じさせないフィジカルと優れた弓でボールを刈りまくる守備のスペシャリスト。ベルディ仕込みのテクニックで推進力やパスセンスも備えるスーパーボランチ。逸材揃いの現2年生が出場した昨年の関東ルーキーリーグではキャプテンとして優勝に大貢献。
中村祐希3年、桐蔭学園高校、神奈川県一部、神奈川指折りのプレーメーカー、圧倒的な技巧を誇り、昨年は全国出場に大貢献。激しいプレスを数人でかけられても、全く動じず逆をつきながらかわしていく技術と冷静さはすごい。はい、どうも。今ここに映っているのは、そうです、あの有名なチョコボールです。このチョコボールがなんと100個あります。はい、大人がしました。というわけで、今からこのチョコボール100個を開けてみて、あのくちばし、金のくちばしと銀のくちばしがいくつ入ってるか検証をやってみたいと思います。いや、人生で一度やってみたかったんですよね。はい、まずは記念すべき1個目です。1個目、外れです。15個目です。これで30個目ですね。そろそろ決めたいですね。ちなみにこれは、あの爽快コーラという味ですね。最近こんな、なんか変わったものも出てるみたいですね。じゃあこれも開けてみたいと思います。Thank you.
ました。次来た。見えますか？議員ですね。見えますか？議員のくちばしがやっと出ます。お、出ました。議員のくちばし。ラストですね。はい、というわけで、念願のチョコボール100個あげてみた、なんですけど、なんと、わずかね、銀のくちばしが2枚のみというね、100個中銀のくちばしが2枚しか出ずということで、まあ、予想していた結果とはね、思わぬ結果になっちゃったんですけど、まあ、これが現実ですね。これがリアルです。はい、というわけで、以上、検証でした。バイバーイ。